土方さん、急に用って何ですか？それを見てみろ。見てみろ。うぐいすや、はたきのお供。お、バカ、お前どこ読んでんだよ。何ですかこれ。余計なとこ見なくていいんだよ。だって読めって言うから。開いて置いてあるんだから、開いて置いてあるところ見るだろ普通は。今の何ですか、俳句？土方さんが作ったの？え、悪いが。いや、ちょっと意外だったから。俺はそういうものも好きなんだ。うぐいすや、何でしたっけ。うぐいすや、はたきの音もついやめる。いや、これはな、うぐいすの声が綺麗だからはたきをかけるのもやめて、つい聞き惚れてしまうっていうな。そのまんまじゃないですか。情景が浮かぶだろう。なんで土方さんがはたきをかけてるんですか。いや、俺がじゃないよ。そういう光景を読んでんだよ。もういい。他のも見せてくださいよ。お前には俳句の良さが分かんねえんだじゃあさ、一番自信があるのは。いいんだよ俺のことは。いや、そうじゃなくて、俺が見せたかったのはな、自信があるっていうか、好きなのでいいか。これはちょっとな。あ、これも、これもな。もういいですよ。いや、ちょ、こっちだよ。俺が見せたかったのはこっちだよ。何ですか。俺は新選組を変える。いいですね、変えてくださいよ。もっとでかくする。今は今日で一番だ。これを日本で一番にする。そのためには仕組みがしっかりとしてねえといけない。近藤さんが真ん中にいて、その脇を俺たちががっしりと固めるんだ。いいんじゃないですか。俺が考えた新しい仕組みだ。頭に近藤さんがいて、俺がその下にいる。そして1番から10番まで組を分けて、それぞれに組長を置く。一番組長がお前だ。私が？これから忙しくなる。頑張りますよ。だから今のうちに体直しとけ。元気なやつは血なんか吐かねえ。あの医者は当てになんのか。山崎が調べてくれた。は？あの先生は口は悪いけど腕は確かですよ。ならいいが。老害みたいです。悔しいです。なんで私が。内緒にしておいてくださいね。あとは誰が知ってる。長倉さん、原田さん。でもうまくごまかしておきました。近藤先生には言わないでください。心配かけたくないんで。あと、おひでちゃんにも。